どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、ジャルマイルが貯まる税金の支払い方法をまとめ2024年版やっていきたいなと思います。はい、ということで、昨日ね、ANA マイルの方やらせていただきましたので、今回ね、ジャルマイルバージョンでやっていきたいなと思います。これからね、税金の支払いね、まあ、今回の動画では地方税を目にね、話していきたいなと思いますので、固定資産税とか自動車税とかね、これから支払い控えている方はぜひね、参考にしていただければなと思います。 はい。ということで、早速ね、内容に入っていきたいなと思うんですけども、やはりね、JAL といえば、今ね、JALPay がですね、キャンペーンやっておりますので、まあ、こちらのキャンペーンをね、まだ利用されてない方は、この JALPay をね、絡めて利用していただくのが非常にね、おすすめっていった形に、 なります。こちらがね、JALPay のキャンペーンになっておりまして、本来ね、この JAL カードからこの JALPay っていうのは還元ゼロなんですよね。ですので、このキャンペーン以外でね、特に JAL カードから JALPay にチャージするメリットって、本当にね、ゼロなんですけども、今ね、キャンペーン中で5万円チャージしていただければ1%がもらえるね、キャンペーンやっておりまして、またね、普通カードとか JAL カードナビとか JAL カード以外の方も、5万円チャージするとね、300マイルがもらえるキャンペーンやっておりますので、ぜひね、 ジャルマイルを貯められている方は、まあ、こちらのキャンペーンで、ね、もうちょっと前から始まっておりますので、もう利用しちゃったよって方もねいらっしゃるかもしれないんですけども、えもしね、まだ利用されてない方は、こちらエントリーしていただいて、ジャルペイを絡めてね、税金の支払いしていただければなと思います。ですので、このキャンペーン中であればね、このジャルカードからジャルペイにね、チャージして、利用していただくの非常におすすめです。ですけども、何度も言いますけども、このキャンペーンが終わった後はですね、このジャルカードからジャルペイにチャージしても還元全 しかも JALPay の還元率は200円につき1マイルということで0.5%還元になってしまいますので1%還元の JAL カードで支払った場合よりですね還元率下がってしまうっていうふうになりますのでこの点ご注意くださいでこの JALPay をね絡めたルートで考えていくとですね まあ、昨日ね、ちょっと説明させていただきましたので、この l i n e イとかね、PayPay ペイペイとかね、D 払いとか、ここら辺の話はね、今回ちょっと、えー、割愛させていただきますけれども、えー、2024年に関しては基本的にね、えー、一番お得にね、利用できるのは、まあ、楽天ペイって形になります。まあ、a u ペイもね、まあ、間に入ってきますので、まあ、a u ペイか楽天ペイっていう感じですかね。ではね、えー、まずこちらが j a l ペイを絡めた利用方法ですね。まず、JAL、えー、カードの場合ですね。こちら、JAL カードの場合は、えー、アメックス以外だと、 すべての JAL カードがチャージすることが。 できます。アメックスさがね、チャージすることができません。で、基本還元率は先ほどから言ってる通り、ゼロですね。で、キャンペーン中は、一回限りね、5万円チャージしていただくと、500マイルがね、獲得することができるっていうふうになりますので、JAL、えー、カードから5万円 j a l ペイチャージしていただければ、500マイルが貯まって、で、j a l ペイで、ApplePay で0.5%還元で、こちらね、7個、もしくは1にチャージしていただいて、どちらかで楽天バリアブルカードをね、その電子マネーで購入していただいて、 楽天ペイにつなげていくっていった形になります。このルートはね、iPhone だけの方になるわけなんですけども、このルートを利用していただければ、JAL マイル還元率は1.5%。 で、ワンオンが1%取れるっていう風になりますんで、このワンオンポイントっていうのはね、アルファベットのワンオンポイントなんで、50%でね、JAL マイルに交換することができますので、JAL マイル還元率は2%還元で、ね、利用することができます。まあ、こちらね、2%還元っていう風になりますので、まあ、後からね、あの、JMB1 をね、絡めたルートも、 この後説明するんですけども、そちらも2%還元なんで、まあ、ちょっとここはね、難しい部分はございますけども、一応ね、こちら2%還元が取れます。 次にですね、JAL カード以外のクレジットカードですね。一応ね、T カードプライムをね、例に出させていただきましたけども、このクレジットカードを持っている方は、このカードでね、利用していただくの非常におすすめです。JAL カード以外のクレジットカードになると、Visa m e x からチャージすることができませんので、この点ご注意ください。こちらね、T カードプライム、マスターカードのブランドで JALPay にチャージしていただきます。こちらのクレジットカードは、日曜日の還元率が1.5%還元が取れるクレジットカードっていうふうに、 なるんですよね。さらに、えー、こちらね、先ほどの JALPay のキャンペーンで、えー、JAL カード以外からだと0.6%が取れるっていう風になりますんで、合計で2.1%還元で利用することができます。で、JALPay から、えー、ApplePay で1を7個どちらか利用していただいて、その後のルートは同じって言った形になります。こちらはね、まずね、この1.5%っていうのはこの T カードプライムで今もう V ポイントに変わっておりますので、 v ポイント、1.5%還元。またね、キャンペーン中で0.6%ジャルマイル還元率が取れます。で、またね、0.5%使った時に取れますんで、ジャルマイルの還元率は1.1%。で、また和音のね、還元率が取れるっていう風になりますんで、プラス1%ですね。すべて、 ジャルマイル還元率にすると、ここら辺はね、全部50%になりますので、全部を合計すると2.35%還元ということで、非常にね、ジャルマイルの還元率としては、これが一番高いんじゃないですかね。T カードプライムね、持っている方に関しては、このルートね、利用していただくの、非常にお勧めっていたがちになります。それでは次に、Android と iPhone、両方持っている方は、こちらのルートもね、利用することができます。こちらはね、先ほどの、こちらのルートの、 え、コンビニに行かないバージョンになるわけなんですけども、両方のね、端末が必要になります。両方の端末が必要になるんですけども、そうするとね、あの、出向かないんでね、支払いまで完了することができますので、こちらもね、結構おすすめです。JAL カードから JALPay にチャージしていただいて、JALPay から ANAPay で、ANAPay から楽天 AD キャッシュ、 楽天ペイってルートですねこちらはキャンペーン中だとね1%取れて、で JALPay、えー、使った時に0.5%が取れて、で ANAPay 使った時にも0.5%が取れますので、えー、合計の還元率は JAL、えー、マイルの還元率が1%と、えー、0.5で1.5ですね。で ANA マイルが0.5ということで、合計0.5%還元ですけども、 こちらね、ANA マイルと JAL マイルの還元率で取れるっていう風になりますんで、こちらのルートもね、結構いいですよね。で、またね、この ANA ペイにね、つなげると、えー、どこにも行かないでね、自宅完結で利用することができるっていう点がね、非常にメリットです。で、ここがね、iPhone しか通ってなくて、ここが Android しか通っておりませんので、このルートをやるには、 iPhone と Android ね、両方必要になってくるっていうところですね。それでは次ですね。こちら先ほどね、T カードプライムの a n a ペイバージョンですねえ。こちらもね、利用することができます。日曜日の還元率が1.5%、キャンペーンで0.6、JALPay 使った時に0.5、a n a ペイ使った時に0.5ということでえ、V ポイントの還元率が1.5、JAL マイルが1.1ですね。で、ANA マイルか、すいません、これなんで1になってる ?0.5 ですね。 っていうふうになりますので、えー、合計の還元率は、ジャルマイル還元率が1.85プラス 0.5ANA マイルっていう還元感じですかね。これもね、結構いいですよね。まあ、自宅完結でね、利用することができるので、こちらの方が、まあ、楽でいいですよね。 それでは次にセゾンプラチナ、セゾンプラチナビジネスですね。こちらのクレジットカードはね、やはりジャルマイルをメインで貯めてる方ね、このカード持ってる方非常に多いと思いますけども、2024年7月11日からですね、この aupay。 のね、あの、チャージっていうのが、えー、還元率がね、下がってしまうんですよね。今ね、1.125で取れるんですけども、7月の11日からですよね。a u p イのね、チャージに関しては、えー、還元率ね、セゾンマイルクラブ加入してても、あ、え、のー、半分になりますので、0.5とかまでね、落ちてしまいますんで、このルートを利用できるのは7月の10日までって言ったがに、 なります。で、こちらまずね、iPhone の方、限定になりますけども、えー、セゾンプラチナから AU p にチャージしていただいて、AU p イからアップルペイで、えー、1オンもしくは7オで、1オンでミニストップで利用できる方は、さらに1上乗せできるっていう感じですよね。で、こちらは1.125%、JAL マイル還元率取れて、で、こちらで1取れるっていう風になりますんで、JAL、えー、マイル還元率は1.125。まあ、この1オンポイントはね、JAL マイル交換できますんで、0.5%上乗せできますんで、 1.625%還元率で、 利用することができるっていう感じですね。で、こちらがコンビニに、えー、行くバージョンで、こっちが行かないバージョンですね。行かないバージョンだと、えー、こちらの考えにすがね、0.5%ANA マイルになるっていうところで、えー、先ほどからね、説明している通り、iPhone と Android の方のみがね、利用することができるルートになります。えー、何度も言ってますけれども、こちらのルートは7月の10日までしかね、利用することができませんので、7月11日以降はね、このルートを絶対利用しないで、 くださいね。ここがまず0.5になってしまいますんで、非常に還元率がね、落ちてしまいます。 で、それでは次にですね、アンドロイドの方で、えー、セゾンプラチナ持ってる方に関しては、このルートがおすすめです。まあ、普通にね、あの、7月10日まではですね、今まで通り還元取れますんで、aupay にチャージしていただいて、もう aupay でそのまま支払っていただく。で、その日付が5,8,15,25を狙っていただくと、これの努力が絶対当たるっていう風になりますんで、まあ、これがね、いいのではないかっていうところですね。手数料なし、しかも1.125で取れるっていう風になりますんで、アンドロイド端末の方で、 プラチナプラチナビジネス持ってる方はこれでね税金支払っていただくのがねいいのかなっていうところですまあ先ほどから言ってる通りねこれ aupay プリペイドと aupay 一緒ですのであの月5万円までしかチャージできま,すでできませんのでね この点ご注意ください。最後にね、私の動画で何回も紹介させていただきま、いただいておりますけれどもえ、基本的にね、このルートが一番おすすめです。まあ、おすすめおすすめなんですけども、やはりね、ミニストップが入ってるんですよね。ミニストップで JMB1 オンで、楽天バリアブルカードをね、購入していただかなきゃいけませんので、ミニストップが近くにある方、iPhone、Android、え両方ともね、関係なくこちらのルートはね、おすすめです。で、JAL カードをね、持っている方で、ショッピングマイルプレミアム加入されている方、 1%, 1還元で JMB ワオンにチャージすることができますで、JMB ワオンで楽天バリアブルカードを購入していたいときに1%取れるっていう風になりますのでこうなると2%で納税ができるっていう感じですね iPhone でも Android でも利用することができますのでこちらのルートはねやっぱりいいですかねで、今までですねこの 楽天バリアブルカードを買わないで、あの、オンでね、オンで税金を支払うっていう方法も一応あることにあるんですけども、このね、JMB オンね、5万円までしか支払いできませんので、5万円以上のね、あの、納税を持っていくと、残り現金になっちゃうんですよね。で、このね、 楽天バリアブルカードを買っていただいて、楽天ペイのね、請求書払いでやっていただくと、こちらね、あの、楽天キャッシュのね、上限なんですけども、一回50万円までね、あの、上限引き上げになりましたので、え、こ、あの、そのままね、税金をそのままし払ら、ま、5万以下だったら別にいいんですけども、もしね、5万円以上を超えそうで、残りは現金になりそうだっていう方は、こっち買っていただいてね、請求書払いしていただければですね、ちょっと一手間増えますけども、あの、残り現金で払ったりですね、しなくていいので、 ルートがね、おすすめですかね。ここだけ注意してくださいね。あの、ショッピングマイルプレミアム入ってないと、ここは0.5になっちゃいますんでね。この点、ご注意いただければなと思います。まあ、このルートはね、やはり Android も iPhone も利用することができて、まあ、ちょっとミニストップがないと利用できない部分はあるんですけどもね。 ずっとね、このルートを利用できて、さらに2%還元っていうふうになりますんで、キャンペーンがね、なくなったらね、もうこのルートがね、おすすめかなっていうところですよね。まあ、これも7月の10、10日までしか使えませんし、まあ、これもね、あの、ジャルペイのキャンペーンありきっていうふうになりますので、まあ、そうなるとね、やはりこのルートがね、一番いいのかなっていうところになりますので、ぜひね、こちら、利用ね、してみていただければなと思います。実際にやった動画って私出したことないんですけども、もしね、あの、 実際にやった動画が欲しいっていう方はぜひね、コメント残しておいていただければなと思います。それでは次にですね、昨日同様、クレジットカードをそのままね、あの利用した時どんな感じになるかっていうところなんですけども、JAL の場合はですね、JAL カードありますよね。本当にめんどくさい方は JAL カードでえショッピングマイルプレミアム加入していただければですね、1%で納税することができますので、まあこれでいいんじゃないかなっていうところも、 あります。まあ、手数料はね、もちろんクレジットカード払いなんで、どれで払ってもね、かかるんですけども、JAL カードはね、税金の支払いね、還元率変わったりいたしませんので、まあ、そのままね、払っていただいていいのではないのかなと思います。セゾンプラチナ、プラチナビジネスに関しては、2024年の1月からですね、税金の支払いね、還元率下がっておりますので、a u p a y p ペイ p a はね、まだ実施されておりませんけども、税金の直払いっていうのはね、もう入っておりますので、この点ね、ご注意ください。で、マリオットアメックスはね、昨日説明し した通りなんですけれども基本はね1パー、まあ、100円で3ポイントで3ポイント1万円に交換できますので1パー還元でかかしていただいておりますけれども税金の支払いはもともと0.5ですでまたね300万円までしかポイント付与してくれませんので300万円以上やるとねこちら、えー、ポイント一切もらえませんのでねこの点ご注意くださいで三井住友ナンバーレスナンバーレスのゴールド三井住友プラチナプリファードとか持っている方は、えー、基本はね 一般とゴールドは0.5、プラチナは1%。で、税金の支払いもね、そのままやっても、ポイント還元は変わりません。なんですけども、ラインペイが使えるところで、対象の方はラインペイをね、チャージペイ登録して利用していただくと、手数料かからなくて、このポイントが取れるっていうふうになりますんで、ぜひね、三井住友カードメインにされている方は、こちらでね、利用していただければなと思います。昨日も言いましたけども、このライン チャージペイっていうのはね、この ELQR っていうね、これですよね。はい、対応しておりませんので、l i n e イの請求書払いね、あの、利用できるところ決まっておりますので、この点はね、あの、ご注意ください。まあ、利用できるところであればですね、手数料かからず、税金の支払いも満額。しかもこれは家でね、完結しますよね。はい、ですので、非常におすすめっていただきになります。 はい。ということで、今回ですね、税金の支払いで JAL マイルを貯める2024年版やらせていただきました。まあ、JAL マイルに関してはですね、JAL カードからね、なんかお得なチャージルートみたいなのがね、いまいちね、あの、ございませんので、 他のカードを使っていただくは、やはりね、JAL カードから JMB1 請求書払い、もしくは JMB1 で楽天バリアブル、まあどっちかになってくるかな、なんていうふうに思うんですけれども、今現時点ではですね、6月30日まで JALPay のキャンペーンやっておりますので、ぜひこちらね、活用していただければなと。 思います。ということで、今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私、ブログ、ツイッター、インスタグラム、LINE 公式アカウント。最近ね、LINE 公式アカウントで PT 診断、マイル診断、マイルクレフ診断、ポイントサイズ診断ね、やっておりますので、ぜひね、こちらからチェックしていただけるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。